デリラのことなら全部知ってる。あなたの知りたいことも教えてあげられるはずだ。聞かせてくれ。そう慌てないで。交換条件があるの。だろうと思った。何が望みだ。私たちお互いにプロだろ、ダウド。私はここの腰抜け労働者にストライキを起こさせるために送り込まれた。でも本当は解体場も破壊しなければいけないんだ。手を貸してくれない？どうやって？あそこのタンクには工場全体を吹き飛ばせる量の原油が入ってる。特に重要な部分は跡形もなくなる。すべてのバルブを一度に開けば油は勝手に流れ出す。そして圧力が限界に達したら大爆発さ。中にいる者はどうなる？工場で働いてた人はみんな出て行った。うちのボスがここでは想像できなかったほどの待遇で雇ってくれる。でもブッチャーズは別。泣き叫びながら死ねばいい。騙そうなどと思うな。まさか。これが鍵だよ。捕まらないように気をつけて。解体場を破壊してくれたらデリラについて何でも教えてあげる。いいか、ロスワイルドの拷問椅子にお前を座らせてもいいんだぞ。お前と取引して何の得がある？その方法は時間がかかるし、あなたはそういうの嫌いでしょ。取引しましょう。知りたいことを教えてあげるし、それとは別に報酬も出す。考えてもいい。網の月船団報告。ドーントレスは北へ10日間航行も成果なし。ドリスコルで補給を行い、モーリーの東で大軍を追っている模様。デリラは満席祭にて祈祷中。光や歌に関する報告はない。やはり弁護士の戯言だろう。ハントレスはパンディシア沖での衝突事故によりドック入り。技師が損傷を調べたが、もし当たったのがクジラであれば極めて特殊な外形のものであるとのこと。ああ、お前みたいなこそこそしたせこいやつは大嫌いだ。いい加減にしろ。バカにするんじゃねえ。ここにいるんだろ。出てこい。逃がしたぞ。どこに行った？出てきたらいいものやるぞ。約束だ。よし、どこへ行った？ブッチャーズ、こっちだ。クライ、キスプラセム、前逃してやるよ。どうやって逃げた？
これが何かわかる。間に合わせで作った拷問椅子よ。ロスワイルドは従業員をこれに座らせて締め上げてたね。扱いを受けていないとさ、危険な仕事を拒否するだけでクビになるとな。危険な仕事だと？残り仕事はみんな俺たちがやってるじゃないか。団体交渉が必要なのは俺たちの方だな。はい、冗談でも笑えんな。もう一度そんなことを言ったらクジラ肉にされちまうぞ。ああ、言ってみただけだよ。アビゲイル・エイムズの話を真に受けるな。破滅するだけだ。いや、そこまで行かれちゃいない。今度奴を見つけたら魚の餌を放棄。奴の歌は大嫌いだ。
してここを出られると思うんだ。このゴタゴタすぐ収まると思うか？本当だって。コールドリッジを脱獄したらしい。倒せるかな。バカにしてるな。
いいものやるぞ。約束だ。見つからないことを祈るんだな。聞いてるか。ロスワイルドを長い間遠ざけておきたいなら、この箱が役に立つかもね。行き先が帝国内でも一番の辺境になってる。それにもうすぐ出発するみたいよ。
楽しくやれるようにしておくわ。縛りつけてまで聞き出す価値のあることってのは何だ。デリラという名の船について知りたい。名前の意味は。へそを噛んで死ねえ。デリラとは誰だ。そんなに簡単に友人を売ると思ったか。ゴールデンキャットにいるお前の姉妹ならもっとハードなことをしてくれるぞ。自分の工場で処理されてみるか。お前の贅肉からどれほどの油が取れるか。どうやらお前もプロのようだな。話し合おう。プロ同士のビジネスだ。デリラと名付けた理由は。なぜ知りたがる。名付けたのは前の持ち主だ。恋人の絵描きの名前から取ったらしい。さあ分かったら消えろ。前の持ち主。話すよ、ティムシュ弁護士だ。彼に聞いた話だ。デリラは子供の頃からダウンウォールタワーで働いていたが、クビになって絵描きをしていたらしい。独特の雰囲気がある女で、彼はすぐ夢中になった。かなり重症で、まるで取り憑かれたように彼女のこと以外何も考えられなかったそうだ。彼女のためにあの船を作ってやり、他にも貢ぎ物をして財産を半分失ってしまった。そこまで来て恐ろしくなって俺のところへ来たんだ。柄にもなくひどく怯えていたな。船を手放したい彼と仕事のパートナーが欲しかった俺とで取引が成立した。船の名前は変えるつもりだった。早くそうしておけばよかった。準備が整ったわ。これが部屋の鍵よ。いつでも使えるわ。ねえ、さっき帝国の辺境まで送られる木箱があったでしょ。あいつを詰め込んで送り出せばもう余計な心配をしなくて済むわ。執念深そうだもん。もちろんそんな面倒なことをする必要もないのよ。首を切り落とせば済む話なんだから。
注意しろ。誰かがうろついてるぞ。参加しろ。冷静に行動しろ。見つからないと思うか。こいつは楽しみだ。獲物を仕留めるには刺激がないとな。そうだろう。興奮させたり移動を妨げたり逃走させる行為は反逆行為として処罰されます。通告します。国益にとって重要であると認定された業種において伝染病の感染報告を怠った者は反逆者とみなされます。
し持った毒針で自害などさせん。全て話してもらうぞ。警報だ。見つけたら確保しておけ。もっと助けがいる。反逆者として処罰されます。祖国を愛する皆さんは彼女のために。国益にとって重要であると認定された業種における団体交渉は極刑に相当する犯罪です。対象業種には資金、捕鯨、警備並びに法律及び宗教に関わる職業が含まれます。なんだ、手を煩わせ。姿を見せろ。なぜあの時女王の衛兵を逃がしたのか理解できない。そして今ではロスワイルドが居心地のいい場所に収まってる。なぜ？ティムシ弁護士はホーム地区で暮らしてるわ。よく知ってるの。噂によればティムシの家庭は内戦状態みたい。機会があればメイのタリアから話を聞けるわ。出発するならついていくわ。最近のイカれた金持ちはソコロフの発明品を買い漁ってる。ウィーパーや略奪者用にね。私がいた方が安心よ。行こう。